方眼美意気。方眼美意気とは、第一、二には、人々が、源の義経に対して抱く、客観的な視点を欠いた道場や、相席の心情のことであり、さらには、弱い立場に置かれている者に対しては、あえて冷静に、利比局直を正そうとしないで、道場を寄せてしまう、心理現象を指す。方眼の読みは、通常、ハンガだが、義経の伝説や歌舞伎などでは、伝統的に、 方湾と読む。源の義経は自称、樹栄の乱後藩の平血伊等において活躍したが、三種の神義の内天村雲県を取り戻せなかったことや、兄である源の頼朝の許可を得ることなく、後白河法皇より、左衛門の将位、ケビー氏に任じられ、頼朝の家来である御家にを刺激、処罰するなどの独断選考を行ったことが頼朝の反感を買った。 さらに、義経の上官として、平気糸を指揮した、源の範頼や、頼朝が義経の元に武器として派遣した、梶原景時が、平気糸後の義経の傲慢な振る舞いについて、訴えたことで頼朝の心象は一層悪くなった。頼朝の怒りを知った義経は、気象文を堅じて弁明したが、これまで勝手に振る舞いながら、今更慌てて弁明しても、もう取り上げることはできない。 こちらが不快に思っていると聞いて初めて、こうした釈明をするのではとても許せないと、かえって怒りを増幅させてしまった。頼朝は、壇の裏の戦いで捕虜とした、平宗盛らを連れて、京都から鎌倉へ向かった、義経の鎌倉入りを拒み、さらに義経が京都へ戻る際に、関東に恨みをなすやからは義経に属するようにと、発言したとして、義経に与えていた。 平家の丘陵を没収した。続いて頼朝は、手病を使って、源の雪家追悼の命に従わなかったとして、義経を追悼の対象とした。義経は、頼朝追悼の戦時を得て、これに対抗しようとした者の従う武士は少なく、義経は、藤原秀平を頼って、欧州へ逃亡したが、秀平の没後、頼朝の圧力に屈した、秀平の子安平によって、 自害に追いやられた。このような義経の末路は、人々の間に、あんな素晴らしい方が、このようになってしまって、なんて人生は不条理なものなのだろうという共感を、呼び起こし、同情や相席を誘った。方官とは、源の義経が、左衛門の府の三等官、上、方官である左衛門の将位であったことに、あるいは、ケビン氏の将位であったことに由来する呼び名である。 方眼美意気という語は、室町時代末期から江戸時代初期にかけて成立した、あるいは室町時代中期にはすでに成立していたと考えられており、初めて登場する資料の一つとして、江戸時代の俳人、松江茂頼編集の俳句集、ケブ草、1638年、寛永15年成立に収録されている世や花に、方眼美意気春の風という俳句が挙げられる。 歴史学者の上横手正隆は、義経がいじめられたことこそ、方眼美規成律の根源であり、具体的には、義経の先王ぶりを訴えた、梶原景時や、義経追悼の命を下した、源頼朝という悪玉を、不可欠の前としているのだと述べている。上横手は、あず鏡が、鎌倉幕府によって編纂された書であるにもかかわらず、 よりともやかじわらの厳しさや、冷酷さ、悪辣さを最も強烈に描き、一方で、義経に対し、同情的な記述すら置いているとしてきた上で、あず鏡が北条氏の立場を正当化する師書である以上、北条氏によって、破滅へと追い込まれたかじわらが悪辣な人物として、描かれるのは当然のことであるが、それに対応する形で、法眼美儀が成立し、義経を、人気者、 全玉とすると同時に、北条氏陣営に引き込む結果となっていることは、注目に値することであり、法眼美きが北条氏によって、直接であれ、間接であれ、操作されているのだとすれば、その歴史的意識もまた洗い直されなければ、ならないだろうと述べている。これについて、歴史学者の奥富隆行は、良くない政治を取る源氏将軍に代わって、世のため人のため、 政務を取るようにしたのが、北条氏であるという解釈を、あず鏡は取っているが、創設者であり、鎌倉武士の尊敬を集めていた頼朝については、さすがに直接的に批判することが躊躇されたため、梶原景時とを残者とし、その景時とを徴用して、吉経を死に追いやったとして、読者が頼朝を批判することになるようにという、極めて高度なテクニックを用いたのだと指摘している。 奥富によると、あず鏡はよりともを批判するために意図的に、方眼美意気を作り出した。なお、影時の残言はよりともによって、義経のもとへ武行として派遣されていた、異常当然の行動であり、また義経がよりともの命令を守らず自分勝手に、振る舞うことを心よく思わず警戒した武士は、影時にらず、よりともは、 大政の倫理を代表して、吉爪の秘宝性を決定したのであって、頼朝は強硫であったが故えに、吉爪を疎んじたと断じるのは適切ではないとする、見解もある。吉爪を描いた文芸作品は、反乱と評されるほど数多く生み出されている。吉爪を、血肉の通った英雄にしたと評される、平家物語や、原平清水期を経て、最初の吉爪一大期と言われる、 軍記物語、義経ツが成立したのは、室町時代のことであった。義経ツは、歴史への願いからその伝記を物語ろうとする動機から、歴史、事実のないところに、新しい歴史、虚構を成立させ、確かな歴史のあるところでは、歴史を避けて、物語に、これを展示てゆく形で、伝説を形成する手法によって作り上げられた、作品デリ、ヨシに、 至れることごとくせりの英雄として、国民的な偶像化を施し、歴史的な英雄から国民的な英雄へと転換させ、もって、方眼美意気を主題化した。吉恒は、方眼も者と呼ばれるおとぎ造紙、洋曲、狂言、仏曲、歌舞伎、浄瑠璃などの作品群の大元となったが、方眼も者においては、 義経ツに大成された新しい統一理念像のようなものが思い思いの個別英雄像に分解していき、その過程で理想の英雄、産業の対象たる義経像が作り出され、英雄崇拝としての方言美意気が具体化した。義経にまつわる物語が組み立てた説話は事実あった歴史と区別されることなく、人々に受け入れられ、両者が一体化したものが義経の伝記として、 認識され、物語化され、伝説化された電気の存在によって、初めて、義経の電気が、本当に義経らしくなるという、一見して矛盾した事情を生んだ。歴史学者の高橋富夫は、方眼美意気とは義経に対する悲劇一般を、指すのではなく、義経気を成立させたような精神態度に、象徴される特殊な形態の悲劇であるとしている。方眼美意気の規定にある、 原平の騒乱で華々しく活躍した後、悲劇的な死を迎えるという義経像については、日本人が伝統的に好む、騎手流リューンとの共通性が指摘されている。これについて、高橋富雄は、人々が義経の物語を作る中で、武将物語だけでは満足できなくなり、もう一つの英雄類形たる王朝貴公子の役を割り当てたのだとしている。国文学者、 民族学者の池田や三郎も、吉経の生涯が、騎手流離譚に当てはまるというよりは、吉経の伝記が、騎手流離譚の類型に、歩み寄り、歩調を合わせていると指摘し、吉経の物語が、吉経に同情を寄せざるを得ないような内容を持ち、それが広く流布していった、事実の原因は、実は、吉経の自人生に由来するのではなく、それよりも、その実歴以前に、 すでに用意せられていた。したがって、方眼ビー気ということわざが生まれ、ルフする余地は、実は、方眼、ヨシツネの実人生が始まる前から、用意されていたのであると総括しいる。ヨシツネの死については、その直後からこれを否定する噂が、人々の間に流れ、そこからヨシツネが、江戸地、北海道、さらには、中国大陸へと逃れ、 チンギスカンとなったとする伝説が生まれた。このような伝説は、今日では、ヨシツネを死なせたくないという後世の人々の、黄岩美儀が生み出したものであり、鎖国になってからの江戸人の夢物語、英雄の末路の悲惨なのに同情した結果、誰かが、いつか、どこかで作り出した想像に過ぎないなどと否定されている。ヨシツネが北海道へ逃れたとする伝説のきっかけと、 なったのは1670年、漢文10年成立の林春斎、俗本調津岩であるが、同社の成立時期は、江戸地に対する日本人の関心が高まった時期にあたる。また、中国大陸へ逃れた義経が、チンギスカンになったとする伝説は、明治時代に、内田屋八役術、義経最高期、1885年、 明治十八年成立をきっかけとして成立したものであるが、同所の成立時期は日本が中国大陸への進出を起としていた時期にあたる。上横手正隆によると、日本人は方言美意という言葉の成立前から伝統的に同様の感情を抱いてきた。池田や三郎はそうした感情を弱い者いじめの反対、つまり弱気を助け、強気をくじくという言動に対しては、 無批判に喝采を送ろうとする心理と定義し、弱者の位置に立たされた者に対しては、政党の理解や冷静な批判を書いた、かなり軽率な道場という形をとると説明している。池田によると、法眼美意気という言葉は、江戸時代初期にはすでに、源の義経に対する道場を超えて、一般に弱い立場に置かれている者に対しては、あえて冷静に、利比局直を正そうとしないで、 同情を寄せてしまう、心理現象を指すようになっていた。なお、奥富隆行は、第一義の方言美意気についても、人々は、悲喜劇の感情を次第に肥大化させ、歴史的事実に基づいた客観的なものの見方を書くようになり、遂には、短絡的に、吉経を、正義、頼朝を冷酷悪と捉えるに至ったと指摘している。池田によると、 弱者に対し利比を問わずに同情しようとする心理が一般に方眼美意気という言葉で表現されるようになったのは、義経の伝記が人々の間に一般的な知識として広く知れ渡っており、かつその伝記の内容が人々の義経に対する同情を呼び起こすものであったからである。その際に義経の伝記が史実に基づく必要は必ずしもなく、むしろ 民衆の心をその方向に引き出すように再編成され、しかもその民衆の道場にぴたりとハマるように再編成されたものであること重要であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。